曹操に敗れ遠州を追われた呂布は徐州の劉備のもとへ流れ着いた。その人望で前の徐州牧刀剣から徐州を託された男劉備。呂布には解せなかった。なぜこの程度の男が戦乱で盛衰する天下にあって人徳で地を得た劉備。それはいわば弱肉強食の乱世にあるまじき歪みであった。ならば今ここで己がなすべきは弱き劉備から徐州を奪うこと。折しも劉備は炎術と戦うべく徐州を離れることとなった。今こそ好機、参謀たる陳旧のささやく声にうなずく呂布。まずは可否の城を奪い、この徐州から再び乱世に立つ。長領陳旧、そして呂布の娘呂霊姫、三者三様呂布に付き従う者の思いが可否の戦場に交錯する。鬼神の娘呂霊姫、皆を勝利へと導こう。劉備などたまさか木に恵まれただけの男、徐州を治めるのは呂布殿、あなたしかおりませぬ。ふん、やることは牧羊と変わらん。さっさと終わらせるぞ。呂布殿、何のつもりだ霊姫。父上、私も一緒に戦います。ここ徐州を鬼神の地とするために。ダメだ。いいえ、行きます。長領、戦いの間霊気から目を離すな。御意。全力を尽くします。必ずや我らに勝利を。足手まといにはなるな。こたびの敵は劉備の留守居、言ってしまえば斬死に過ぎませぬ。ですが劉備らが帰ってくれば厄介、その前に早々に決着をつけたいものですな。呂布殿は先立っての敗北を克服された。いや、そもそも戦で心折れる御仁ではない。呂布殿の勇士が、闘志が我らをたぎらせる。いざ我らで再び呂布殿の地を勝ち取らん。劉備が炎術と戦っている間に徐州を奪う手始めはこの可否だ。手間取れば劉備が戻ってくるかもしれん。まあその時は叩き潰すだけだがな。この奇襲戦、私が先頭に立ちます。一息に可否の城を落としてみせましょう。死難程度にやれ。門を開け呂霊姫、出るぞ。ではでは、可否城占拠と参りますね。まずは内容した僧侶に門を開けさせましょう。長領殿と呂霊姫殿は私で敵の領土、私と呂布殿は僧侶のもとへ参りましょう。駒の少ない我らが下手に動けば攻撃は必勝。ここは妖刀、妖刀を用い僧侶に近づきます。劉備の本体がいつ戻るやもしれません。ここは迅速、迅速に城を奪いましょうぞ。ここを取れば父上は再び父を得る。呂布殿を一人の武将として安全せねば。お見事
事な活躍ですな。戦の決め手は陽動、陽動にあり。我らは派手な動きをできるだけ避けましょう。
私が討ち取ったぞ。劉備軍本体が帰還しました。やっやっ、おやおや、帰ってきてしまいましたか。どうだけど力ってしかありませんな。ほらていただこう。敵将、私が討ち取ったぞ。お見事、見せつけてくれますな。どうにもならん。レイキ、ここは危険だ。下がって。俺は好きでこうしているだけだ。邪魔だ。私は呂布殿にお譲りしよう。我らは勝利し、可否は鬼神の城となった。皆、勝ちどきをあげよう。